まあ、外来に置いてある薬について説明します。まあ、ざっくりいろんなことを説明してきます。一番最初にあるのがキシロカインのゼリーですね。キシロカインというのは、まあ、いわゆるこう麻酔薬のゼリーです。ソルメドロールっていうのはステロイド、炎症止めの薬で、結構ソルメドロールというのは強いものなので、例えば視神経炎とかとっても強い炎症の場合使うお薬になります。でデノシンっていうのは、サイトメガロウイルスって言って、まあ、いわゆるウイルスの感染症の時に使うものなんで、ちょっと特殊なお薬ですね。フロリード、まあ、これは心筋、要は、よく水虫とかも心筋ですけれども、要はカビの一種が目に入っちゃうこともあるんで、そういう時に使うお薬、点滴になります。でアスパラカリウムって書いてあるのはカリウム製剤、体の中にはナトリウムとかカリウムとかいろんなこう成分があるんですけど、その中のカリウムが足りなくなった時足すんです。別に眼科でカリウムが足りなくなる病気があるわけではなくて、眼科の治療の中で例えばダイヤモックスを使う、あとはマンニトールを使うとか、いわゆるお水を引くような治療をすることがあるんです。そうするとカリウムという成分も同時になくなってしまうので、それを補助してあげるっていうようなもんですね。で、まあ、メイロンっていうのは、まあ めまいとかするときに使うことがあります。ジフルカンっていうのも、これまたいわゆるこう抗生物質ではなくて抗心筋剤、いわゆるカビのときに使うお薬になりますね。アドナっていうのは何かっていうと、止血のお薬、抗血管、薬って書いてありますけど、血管を強くしてあげるようなお薬なので、まあ、出血傾向にある人とか使います。強力ネオミノファーゲン紙、まあ、これは、まあ、体調が悪くなったりとかそういう方に使うことがありますね。ソルコーテフ、まあ、これに関して言うと炎症がある場合、先ほどのソルメドロールは強いけれどもソルコーテフぐらいは使おうとか、そういうことですね。ダイヤモックスっていうのは、体のお水を引いてあげて眼圧を下げるお薬。プロスタディンっていうのは何かっていうと、まあ、血流とか炎症とかに関連するお薬なんですけども、網膜動脈閉塞とかそういう時に使いますね。プレドニンもいわゆるソルコーテフ、ソルメドロールと同じステロイドという炎症止めのお薬になってきます。ゾビラックスというのは、いわゆるこうウイルスに対するお薬。パンスポリンというのはセフェム系の抗生物質、いわゆる、まあ、バイ菌に対するお薬と思っていただければと思います。モベンゾシン、バンコマイシンというのも細菌を殺すお薬ですね。ケナコルトは炎症止めのお薬なんですけど、ケナコルトを使う場合はテノン脳下の注射とか目の奥側に注射することも多いです。チエナムも、まあ、抗生物質ですね。これは目薬になります。ミドリン M というのは三度薬、瞳を開くお薬。通常はミドリン P っていうのを使うんですけれども、ミドリン P のアレルギーがある方の場合はミドリン M っていうのを使うこともありますし、まあ、お子さんなどであまり強く賛同しない場合ミドリン M を使います。 2% 3ピロ、まあ、2% 以外の3ピロもあるんですけど、これは、まあ、いわゆる瞳を閉じるお薬になりますので、緑内障発作など眼圧が上がったり急な状態で使うことがあります。でアイオピチン、これはちょっと特殊なお薬で、レーザー治療をする前後に刺すことでいわゆる眼圧、目の硬さが上がるのを下げてくれるもんですね。アトロピンというお薬は目薬すると2週間ぐらい効いてしまうんですけど、瞳を開くような作用があるのと、目のピント調節能力を取ってくれます。なのでお子さんが例えば近視なのか遠視なのか詳しく調べたいときに使います。サイプレジンというのはアトロピンよりは弱いけれども、ピント調節能力を取ってくれるものなので、まあ、そこまで詳しくは調べなくてもいいんだけれども、まあ、しっかりと調べるという場合、お子さんに使うことがありますね。こう針にもいろいろ種類があります。18ゲージ、22ゲージ、26ゲージ、27ゲージってあります。これ数字が増えれば増えるほど針先が細くなってくるんですね。こっちが18ゲージです。こっちが27ゲージ、なんとなく細いのが分かっていただけるかと思います。